こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。いわき平田競輪場で開催されてきました、ダービー日本選手権競輪、いよいよ決勝戦の予想をしたいと思います。ご覧のメンバーということで、関東5人が2つに分かれまして、そして残りの残りの4人がいずれも短期となります。まず関東の先導役が吉田と小林っていうことですね。吉田はまあともかく、自分が勝つ競争の先行をするかな。ちょっと難しいんじゃないかなってことで、小林はあんまり逃げなくなってしまいましたね。スピードはあるんですが、積極性に欠けるようになったということで、まあバック数見てても岩本、それから吉田ですよね。吉田が逃げてもな、まあ、平原も自力が落ちてきてるし、まあそれならばやっぱりこれは短期選手ということで、特にまあ短期の中でも SQS 班ですね、ご覧の通り、1番古性、3番清水、5番山口健也かなって思います。で岩本もまあピンピンピンできてるんですし、まあ、かましでスピードへドーンといければチャンスがないわけじゃないのかなと思います。逃げの決まり手があるのが吉田と岩本か。まあ、岩本、そういう意味では、航続距離が他の選手より、他の短期の選手を見れば長いのかな。まあ、山口も悪くはないですけどね。まあ逃げてもスピードのある選手ですね。まあ、山口の一発も全然あると思いますけどね。まあ、特に外をさえ幕僚込み気味に踏んだ選手が届くような展開じゃないかなと思います。まあ、小林もちょっと面白いとは思うんですけどね、そういう意味で言えば。今年のまあ山口になれるのは小林かもしれない。去年の山口になれるのは。ちょっと小林だけは要注意だと思います。まあ、関東同士先行争いすることはないと思うんですけどね。はい、ということで、あまり語ることはないかな。オッズもオッズだけ見とくか。13 7.2 倍、317.5 倍、この2人か。で1号が20倍の
35.15.5倍、51.31.1倍の53.27.6倍、あと19.38.2倍、9は40倍以上ですね。みんな39が 26.3倍で一番安いか。で、小林の頭はみんな100倍超える。1838は 39.1倍の 30.6倍か。悪くないかもしれないけどな。まあそれならば、こうかな。ちょっと多すぎるけど、小林も押さえてみて、こんな感じでですね。行ってみたいと思います。まあ注目はちょっと小林かな。427よりは427がオッズ吸ってくれたら美味しいと思います。あと武藤もちょっと気になってるんだけどね。それはやっぱり吉田が頑張って自分のことはいいって思わないとって思うけど、そんなことは考えないだろうなし。ひとまず、中心はもうダントツ135のボックスでいいと思います。そして次が9かな。8でもいいかもしれないな。でも、135から2着の8はあるかもしれない。まあ、この辺りですね。この辺りを狙っておくといいのかもしれないってことで。427外して、いきたいと思います。はい。ということで、以上、日本、岩木平、G1 日本選手権競輪の予想をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。